僕23の代表校。部屋の中はテディベアのぬいぐるみがゴロゴロしてるんだ。彼の癖ね。そう、よく爪を噛んでたっけ。あの母親に対する愛着がそういうあのテディベアみたいな、ね、ああいうぬいぐるみなんかこう移行する、それをずっとかなり年齢が大きくなるまでね、身のそばにあって、それがないと寝られないという、ね、普通の子供で、非常にこのいわゆるマザーコンプレックスの強い甘え的なタイプの子供にはよくあるというね。深層心理学の方ではやっぱりこの口の中にね、この口唇愛って言って、あの口にね何かこう入れると同時に噛むっていうのは攻撃性ですね。やっぱり甘えと同時に何かそれが満たされない不満が常に彼にあったんじゃないかと、そういう解釈ができますね。一般的に言ってこうした精神状態を育った子供が相当な年齢に達しても大人になりきれなくて、自立性に乏しく、人の言うことに左右されやすい性格になってしまうということは、まあこれが一つかのエルヴィス・プレスリーの人生をこう大きく影響させているわけでありまして、お母さんはね双子の子供だったからね、で片方のお兄さんの方が亡くなってしまうんで、やっぱりエルヴィスは可愛かったと思うよね。だから溺愛をしたと。でエルヴィスもそれに応えようとしたと。これがやはりある線を越すとなんですかね、加山さん、ある種のマザコンになっていくんでしょうかね。うん、そうだね、完全にだけど今のそのあれ見たら本当にマザコンなんだね。あ、でまあこのお母さんの影響を強く受けた、さらにトム・パーカーというこのマネージャー、これとの関係も非常に大きいわけでございますが、デビューから4年経ちます。エルヴィス23歳、大きな転換期がやってまいります。1958年、エルヴィス23歳、熱烈なファンの反対運動も開幕。彼は徴兵制度のもと2年間の兵役に就くことになった。入隊したエルヴィスはテキサス州フォートフードの基地に入り訓練を受けることになった。エルヴィス親子にとっては辛い別居生活が始まろうとしていた。さあそこで第2の選択である、はい、入隊が決まったエルヴィスは、お母さんを悲しませないようにとあることをしました。どんなことをしたんでしょうか。 A、 なるべくそばにいたいからと基地の近くの町にわざわざ両親を引っ越しさせた。 B、 エルヴィスそっくりの銅像を作らせ、恋を吹き込んだテープとともに母にプレゼントした。お母さんも溺愛しておりました。もちろんエルヴィスもお母さんが大好きでした。さあどっちの道を選んだか。はい、 A が2人でございます。町明 A ですね。やっぱりあのもうお金も相当ありましたからね、はあ、だからそのテープを送るとか銅像を送る程度のことじゃなくて、うちごとまあ来ちゃえよ来ちゃえよと、じゃなかったらもう基地をそっちへ持ってこうとどっちでもいいからやれる方やれやみたいな、そういうのがあったんじゃないか。こちらはどっちですか、はい、これは A なんです。ご両親を近くに引っ越しさせてしまったんです。そうかよ、これどうですか、お母さん何か分かるものありますか。ちょっと異常です。異常ですね。ああ、ちょっとオーバーしてますか、はい、だから親を思う気持ちってのは非常に美しいですよね、うん、だから本当なんかどっかに限界点があるのかな、うん、まあ、この辺がずっと彼の人生を引いていくわけでございますが、さあどうなっていくでしょうか。次はどうぞ。基地の近くに両親を呼び寄せたエルヴィスに思いもかけない不幸が襲いかかった。日頃から体の弱かった母グラディスは体調を悪化させた。新しい年が体に合わないのだと感じたエルヴィスは母を住み慣れたメンフィスの自宅に帰らせる。3日後メンフィスの病院から届いたのは母重体の知らせだった。駆けつけたエルヴィスの看護も虚しく、グラディスは帰らぬ人となった。去年46歳、死因は肝炎による心臓麻痺。彼女は日頃から肥満に悩み、トップスターの母らしく美しくありたいと願うあまり痩せ薬を常用。これが肝炎につながったという。深い悲しみに沈むエルヴィスに2ヶ月後、西ドイツへの転属命令が出る。
残された兵役を果たすべく、彼はフリードバーグという町に着任した。この西ドイツでの兵役が彼にもたらした運命が、同じアメリカ軍の上官の娘プリシラ・ボーリュー。エルビスについて詳しい方は、あのお母さんが亡くなりました、その死の原因が、まあ、肥満から来る、ね、一つのあれだったと。エルビスもこの後肥満に悩まされますよね、それからこのプリシラとの出会いなんですけど、ゆくゆくは別れちゃうんですよね。でこれもやっぱりお母さんへの思いの、まあ、こういう言い方はいけないかもしれませんが、代用品だとしたらね、ひょっとしたらうまくいきませんね。この辺いかがですか、マチャ。お母さんじゃないとダメだって、それは付き合いは二十数年間、お母さんとの付き合いはあるわけで、そうですね、どうしたってそれで合格点か合格点じゃないかを彼女の中で見出そうとしたら、不合格点の方が多いに決まってお母さんと比べたら、ね、しまいますよ ね、 そ, うでしょうね。それはもうお母さんは選べないけど、彼女は自分で選んだ人ですから ね、 そ, うですね。その点のもう運命的な違いっていうのはもう絶対にあると思いますから、うん、ただこういうそのなんていうか貧しい中でもってね、育った時にやっぱり急激にこうスターになっていく時の孤独感というものは母親しか理解できないかもしれないから、そうですね、それを話した時に本当に理解してくれるという母を見た時にね、やっぱり心の支えになるのはこの人しかいないみたいなことになる。それでそのプリシラが出てきたところで、これは無理だと思いますね。さあこういったそのプライベートな方にもこの頃転機が来たわけですね。お母様亡くなるねからまあ恋人ができる。で仕事の上でもこの頃が転機になっていくわけでありまして、さあそのあたりの VTR。 2年間の兵役を終えて帰国した25歳のエルビスを待っていたのは、年間3本というハイペースの映画出演の契約だった。パーカー大佐はコンサートより金銭的にはるかに条件の良い映画出演にエルビスを駆り立てる。 Night and you and blue。さらに映画で使われた主題歌をレコードにして発売すれば、映画とレコードの一石二鳥で大きな利益が得られるという計算である。しかしこうして次々に生み出されていく映画の内容は、喧嘩の後には歌の場面という同じパターンの繰り返しであった。エルビス博物館にある彼の寝室で友人ホッジは語る。ある時スタジオへ彼を迎えに行ったんだ。エルビスは新しくできた台本を見ながら、また同じことをやらせるつもりなんだと叫んで、それを投げつけてしまったんだ。彼は映画音楽のために自分の本当の歌がどんどんダメにされてしまいそうだと話していたよ。映画の出演料と映画主題歌の一石二鳥という打算に加え、エルビスさえ出演させれば客は入るという安易な考え、大佐はエルビス復帰後の8年間こうした映画作りを続けている。こうした映画に偏った大佐の営業方針の中で、レコードの売れ行きも鈍り始めた。デビュー以来入れ替わり立ち替わりヒットチャートのトップに立ってきたエルビスの歌も、1962年のグッドラックチャームを最後に、以後6年間首位を飾ることはなかったのである。こうした低迷にエルビス自身気づかないはずはない。しかし長い間大佐の言うままに動いてきたエルビスには、大佐の方針に反対することはできなかった。彼はいつの間にか大佐の操り人形になっていた。この頃からエルビスに気功が目立ち始め、ある時は自宅のジュークボックスに灰皿をぶつけて破壊、ある時はつまらない番組に怒ってテレビをピストルで撃ち抜いた。さらには門番がたまたまいない時、外出から帰ってきたエルビスは車のままゲートを突き破ったこともあった。こうしたエルビスをなだめる者はいても、正直なアドバイスや忠告ができる人は周囲にいなかった。いつだったかこんなことがあったんだ。
エルビスのうちでみんなでパーティーをしてたんだ。下の部屋でワイワイやっていたんだけれど、その時エルビスが2階から降りてくると急にみんな黙ってしまった。別に誰もエルビスが嫌いってわけじゃなかったんだけどね。1967年、かねて同居中のプリシラとついに正式結婚。しかしこれさえも世間からは大佐の人気回復策ではと疑われるほどだ。さあどうでしょうか、この辺りのエルビスなんですが、なんか私が感じるのはね、それまで抑えてたものがね、プツッとこう、どっか席を切ったように出だした時期じゃないかと。まあ、ジャッキーどうですか。歯車がうまく回転してる時はね、つまり人気とか、それから大佐との関係もいい、全てがこっちを向いてくれてる、そういう時の歯車の回転というのはもうすごく油も刺さずにスムーズにこう回転するんだけど、ちょっと狂い始めるともうえらいところまで狂ってきちゃうっていう、こういう虚像の世界の人たちっていうのの一つの運命的なものはあるんですよ。ありますよね。だからパーティーを開いても本当にこの人たちは本当にの気持ちで来てくれてるのか、義理っていうのもありますからね。そうですね。それがなんかこう落ちてくる時っていうのは、自分がそんな対しての歯止めとかカバーするものっていうものを持たずにこう毎日汗をかいて過ごしてきちゃった分、これから大変な時期に入っていくんだなっていう、なんかこう地面が鳴るようなね、そんなこう今ちょっと恐怖を感じましたね。耐え難い気持ちになったと思うね。おそらくね、非常に辛かったと思うしね。さあそこでちょっとね、彼の仕事をずっと書いた年表があります。これぐるっとひっくり返ります。はい、ぐるっとひっくり返ったのはこの番組今回が初めてでしょう、おそらくいいですか。レコード発売のところが最初のうち順調にいきますね。赤字で書いてあるところがヒットチャートのトップを取った曲です。ところがこのヒットチャートのトップを取る曲がなくなってくる頃から映画がどんどん増えていく。映画が、はい、でこの映画もだんだんなくなる頃から今度はライブショーといいますかね、こういう仕事が増えていくんですね。さあこれは一体どういうことを意味しているのかということも出てくると思います。次の VTR をどうぞ。1968年、自分を見失いつつあったエルビスのもとにある仕事が舞い込んだ。クリスマスシーズン向けのスペシャルテレビ番組である。しかし最初の打ち合わせで早くもテレビ局側と大佐の間で意見が対立した。大佐は番組の中でエルビスが歌う歌は全てクリスマスソングにしたいと主張。当時発売されていたエルビスの聖歌や宗教音楽をまとめた LP レコードの評判が良く、この番組を宣伝代わりにしようと考えたのである。一方テレビ局側はエルビスらしさを出すため、過去のヒット曲からこの番組のためのオリジナル曲まで幅広く歌わせたいと主張した。会議は暗礁に乗り上げた。そこで第3の選択であります。さてこの対立した会議の中でエルビスはどちらの意見に賛成したでしょうか。 A、 サーカー大佐のクリスマスソングで構成するという案。 B、テレビ局の人間エルビスをさまざまな曲で表現するという案。さあどちらでしょうか。マネージャーの意見を取ったか、テレビ局の意見を取ったか、どうする。自分ならこうするでも結構ですよ。はい、お前言っちゃうかね何悩んだんですか、マチヤキは。何悩んだの。悩んだ、うん、マチヤキならどうする。A ですねでもプレスリーは B ですね。プレスリーは B、うん、これはどちらですか。はい、これは B なんです。ここで自立したわけです。そう、あ、お母さんね、そう、自立で、あ、本当の意見をここで自分で言うようになってきたと。それまでお母さんのもとでね、お母さんのもとで育てられ、だからパーカー最初の言うなりに芸能界を渡ってきた。これ俺は何なんだと、俺って何なんだと考え始めた時なんじゃないかなと思うんですが、さあそれでもって果たして生命から脱出していけるでしょうか、どうでしょうか。はい、そしてマネージャーに従順に従ってきたエルビスが初めてマネージャーに反旗を翻しました。さあそれが功を奏するでしょうか、どうでしょうか。エルビスの意思を反映して制作されたこのテレビ番組、1968年12月全国に放映された。結果は 72% という高視聴率を上げる大成功となった。こうして観客の前で歌うという自らの原点に気づいたエルビスに
新たなチャンスが訪れた。ラスベガスのホテルでのショーである。エルヴィス・オン・ステージのタイトルで映画化され、全世界に紹介されたこのショーは、まさに世界に向けたエルヴィスの復活宣言となったのである。兵役から復帰後丸10年、エルヴィス34歳の夏であった。まあ、芸能界をよく書く人はね、不死鳥なんてことよく書きますが、エルヴィスもまさにその通りで、加山さんこれこの後ですか、お会いになったでしょ、ラスベガス。そうね、あれ1972年だったと思うんだよな、俺会ったのね。はあ、でその会った時やっぱり、あ、この人随分カゴの鳥だなっていう感じがすごくしたね。うん、ステージが終わった直後だったからね、こんな襟の立ったさ、ギンギラギンのこうつなぎのものすごい重くて分厚いんだよね、結構。それでだけどその衣装すごいですねって言ったらね、こっち来いって言って、それで隣の部屋のこうドレッシングルームってあるでしょ、バーッと扉開けたらそこに同じようなのがね、何十着と入ってるんだ。それをね、一つこう説明し始めたわけで、普通大体こうやって5着ぐらい説明したら、あとはそれの色変わりとかいろんなバージョンが違うもんだって言って説明するのがさ、止まらないんだよね。はあ、次から次へとどこまで行ってもこっちは感心して喜んでると、もう一生懸命説明するんだよ。はあ、そうするとなんかこの人すっごく寂しいのかなとか、そういうふうなことを感じるわけね。うん、まあこれ言葉は悪いかもしれませんが、まあある種の操り人形のようだった彼がやっと自立をし始めたと。しかしその裏では悲劇がじわじわとにじり寄っておりました。再起を果たしたエルヴィスは、以後年に100回を超す驚異的なハイペースでアメリカ全土にコンサートツアーを敢行。しかしその間にも彼は新たな戦いを始めなければならなかった。その一つは母グラディスと同じ肥満の悩みである。この肥満は彼をどのように苦しめたのだろう。長年エルヴィスの食事の世話をしたメアリーはこう語る。お医者さんに指示されたダイエット食を作って持っていくんだけど、こんなもの食べられないってよく怒られたものよ。彼の好物は特製のピーナッツバナナサンド、これが毎朝の定食だったわ。それでもコンサートツアーに出かける2週間ぐらい前になると、ほとんど食事取らないで無理に体重を落とそうとしてたみたいね。さらにもう一つの破局が訪れる。妻プリシラとの離婚である。結婚前からアン・マーグレットら女優たちとエルヴィスとの恋愛ゴシップに悩んでいた彼女だったが、結婚後もそうした噂は絶えることがなかった。やがてエルヴィスがコンサートツアーで家を空けることが多くなるにつれ、彼女もエルヴィス以外の男に愛を求めるようになった。1973年、2人は正式に離婚。一人娘のリサ・マリーは親権を共有したままプリシラに引き取られていく。妻に去られ娘とも別れた寂しさを歌うことで癒そうとするかのように、彼の驚異のコンサートツアーは続いた。しかしこうしたハードスケジュールは次第にエルヴィスの体力を奪っていく。コンサートで歌い終わった後、自分の力で立つことさえ難しい日もあった。離婚から4年後の1977年、6月のコンサートを最後にエルヴィスが舞台に立つ姿は途絶え。8月16日、ロックンロール短い一生だったなという、そんな感じがしないでもありませんが、小坂さんどうですか、このエルヴィス・プレスリーの一生をご覧になって何を感じになりますか。こういうふうに扱われるってことが、さっきも言いましたけど同じ年だもんですから、エルヴィス23歳という時は僕も23なんだな、
42の時は42だったなと思って、それがこういうふうにして生い立ちからずっとこう見せていただくと、ガリレオと変わらないぐらい昔の人にプレスリーもなっちゃったのかなっていう寂しさがすごくありますね。ああそうです、生きてたんですね小坂さんの中でね。そうですね、うん、間違いない。一言じゃもう言い難いですけど ね、 でもこうして番組で僕らは全く会ったこともない、知らない、でもいろんな歌は知ってる、ステージも映画も見た、あステージは見てませんけど映画を見たりなんかした人たちがこう集まってね、こう語り合えるテーマを残してくれてる、いい時のアメリカの、うん、素敵なあの一つの人間の生き方っていうのをこうちょっと見せてくれたような悲しさあると思いますけどね、そんな感じしますけどね。はい、どうじゃ、私もとあの難しいんですけれども、あのあまり知らなかったんですが、でも自然にあの耳に入ってる CM ソングだとかラジオとか本当ニューゼンとかから入ってくるって知ってる曲が何曲かあったんですが、やっぱりこんなにあの世界の人、世界中の人たちがいいっていう風に言ってる音楽はもう一度私も聞き直して集めて、あの家でじっくり聴いてみたいなと思いました。あ、僕にとってプレスリーってのはもう教祖みたいな人で、まあ音楽の歌の方の原点でもあったしね。でよくあの僕は今度は自分の歌の中でね、愛は消えても歌は残るっていう曲を作ったんだけどさ、あのそれ選別だけじゃないんだけど、まあ、ただやっぱりそのあくまでも彼のその人生そのものがね、彼の音楽を通して僕らの中にこう入ってきて、でそれをずっと歌い続けることによって彼と共に生きた時代というものを背負って我々は、まあ、全うすべき人生というものがあるんだなって思います。うん、だからしい、ね、彼のそういう人生でいろいろ学ぶところが多いから、やっぱ俺にとっては神様みたいな。あ、そうね、はい、なんかこう僕は大スターだけどなんかいつもイライラしてるなっていう、そういう感じを、まあ、今日の短い中ですけどちょっと受けたわけでございますが、皆さんはどんな感じでエルビスを受け取ってくださったでしょうか。では最後にこの VTR をご覧いただきながらお別れしたいと思います。若くして栄光の頂点に駆け上ったエルビス、しかし彼の人生を振り返るとき、彼の手に入ってくる巨額の報酬ほどには恵まれたものではなかったように映ります。母からの自立に苦しみ、有り余る才能を生かしたはずの仕事においても自立することの難しさがつきまといました。ようやく自らの人生に目覚め始めたかに思われたそのとき、すでに彼に残された時間はわずかでした。一人のスーパースターがたどった42年の人生、今改めて本当の幸せとは何なのか、エルビス・プレスリーが私たちに問いかけてきているように思われます。